はい、それでは表題のタイトルで自然語処理研究室の竹野が報告を始めます。よろしくお願いします。本研究では機械翻訳を、主題として研究に取り組んできました。この機械翻訳という問題は、ある言語からもう一つの言語、目的言語への系列の変換問題として定式化されます。例をとりますと、博物館に着いたら知らせてねといった文に対しまして、 Tell me when you get to the museum といった文を出力することが目標になります。この時、この大訳文の間で単語対応を、モデル化することによって、機械翻訳においては成功を収めてきました。しかしながら、言語間において、対応がつかない、もしくはつきづらい単語というものが、存在します。このような単語を本研究では総じて不対応語と呼んでいます。例えば日本語に、この例で言いますと、日本語側における終助詞や英語側におけるme, you などゼロ代名詞、他ミュージアムの名前についている限定詞、漢詞の限定詞などが挙げられます。この例文以外にも、疑問詞や関係代名詞、虚字や、日本語における格助詞、敬語表現といったものが、翻訳の関係において、対応がつきづらい単語として考えられます。機械翻訳において、問題となりやすいのが、とりわけ目的言語側に存在する不対応語になります。例えば日本語から英語の翻訳問題、翻訳、機械翻訳の問題を考えたとき、英語側の me や you、the といった単語は現言語側に存在しないため、 tell me when you get to the museum といった正しい文を出力する際に、 me や you、the を補うために現言語からこのような単語を適切に推定する必要があるため、通常の、単語の翻訳よりも難しい問題と考えられます。本研究では、このような単語を総じて、欠落語と呼んでいます。これまで、機械翻訳における欠落の問題に対処しましては、先行研究としまして、中英や日英でも取り組まれていまして、それぞれゼロ代名詞、限定詞など個別の、カテゴリーにおいて取り組まれてきました。しかしながら、このような手法の問題にしまして、このような手法の多くは、現言語から欠落語付き現言語、そこから、翻訳を行うといったように、逐次処理を、採用しています。この、処理のアイデアとしましては、実際に、現言語に欠けているのが、対応関係がない語があるのが悪いので、現言語側にそれを適切に保管してあげることによって翻訳をうまく働かせようというアイデアになっています。実際に、どのような感じになりますか、言いますと、博物館に着いたら知らせてねといった文があった際に、人間は着いたらはあなたが、知らせてねにはあなたが私にといったように適切な保管をすることができます。このような手法においては、このようなデータセットを実際に作成し、機械学習によって、この構造解析を可能することによって、現言語からこのような欠落語を明示的にした欠落語付き現言語に変換し、そこから翻訳を返すことによって解決しようと試みています。しかしながら、このような手法を取った場合に、講談の翻訳処理を考慮できないという問題があります。この例で言いますと、実際に挿入される語っていうのはあなたが2つ入るのですが、実際の対訳文を見てみると、 Tell me when you get to the museum といったように、2つの、you があることに、 you を必要とすることが分かります。しかし実際に対訳文は、me と you が1個ずつしかなく、2つ目に入れた you っていうのが対応関係がつかないため、余剰に挿入していることになります。このように逐次処理型の場合、構造解析と翻訳の間で、対応関係、構造解析、翻訳関係を考えながら、構造解析を行うことができないため、余剰に挿入する可能性があります。この他にも、このデータ自体を作るのが難しいアノテーションの問題が挙げられます。本研究では、これらの問題を解決するため、2つの手法について提案を行います。1つは、対訳データに基づく欠落語の同定手法です。先ほどの、困難な欠落、付与が困難な欠落語をデータ駆動的に作成する方法を提案します。
2つ目が欠落後の予測、翻訳の単一モデルの構築になっています。先ほどこの1で作成したデータを使って実際に機械翻訳の性能を改善する手法が2になっています。それではまず最初に対訳データに基づく欠落の同定手法について説明していきます。この対訳データに基づく欠落の同定手法では、ある対訳文が与えられるときに、どの語が実際に欠落であるのか、そしてその語がどこにあるのかっていうのを自動的に特定します。その特定のために先行研究で使われている教師なし単語対応付けを利用することによって今回欠落の特定を行いました。この教師なし単語対応付けでは、原言語側に何も単語対応がないことを表すヌルという特別なシンボルを設け、そこから単語対応を自動計算を行い、このヌルに対応する語は対応関係がないといったような計算が可能になります。本研究ではこのヌルに対応する語の関係をコーパス中のデータセットからヌルに対応しやすさっていうものを確率値で計算しまして、ヌルからある言語が生成される確率とある語がヌルになる確率の両方向の対応関係を考えることによって、実際にどの語が原言語にない語なのかっていうのを自動的に同定します。実際に同定される語としましては、この欠落のしやすさの値をもとに上位10件、語彙に対して上位10件を選び、シングルコーテーションやカンマ、ザ・キャン・ドゥ・ハブ・トゥ・ユイ・イ・アイ・イットといったような語を対象に、今回欠落を同定しました。先ほどの対訳データに基づく欠落の同定手法によって、自動的に対訳データを求める、欠落後の付与情報を求めることが可能になりました。2番目の手法では、このデータを使いまして実際に機械翻訳の性能を改善するモデルの提案を行います。それにつきまして、最初に機械翻訳における標準的なアテンショナルエンコーダーデコーダーモデルについて説明します。このモデルは現在の機械翻訳における標準的なモデルで、リカレントニューラルネットワークと呼ばれる再帰的な非線形変換処理を行う2つのモデルを用意しまして、可変調入力、可変調出力の写像を実現するものになっています。実際にこの挙動を図を使って説明させていただきます。アテンションエンコーダーデコーダーモデルでは、エンコーダーとデコーダーと呼ばれる2つのモデルが役割、あります。エンコーダーの役割としまして、エンコーダーの役割は、入力文を読み取りまして、それを低次元の連続空間に埋め込むことが役割になっています。エンコーダーはある単語を受け取り、前の状態とある単語の入力から次の状態を出力する、モデルになっています。これを、入力文に対して連続的に、繰り返しながら行っていくことによって、各単語における、エンコーダーの状態というものが作られることができます。作ることができます。エンコーダーの他には、デコーダーというもう一つの役割があります。でデコーダーが実際に、その出力を行うところの、機構になっています。デコーダーは先ほど作ったエンコーダーの状態と、入力シンボルから次の単語というものを予測する、モデルになっています。デコーダーは、実際に文頭のタグから、次の単語を予測し、その予測した単語をまた次の入力として使って次の単語を予測していき、単語予測を繰り返すことによって、実際に文を作成する方法になっています。このように、デコーダーでは出力が次の単語の入力として使われていくことになります。学習の際にはこの目的関数を、使うことによって、誤差逆転配によって、予測と、展開する語彙の確率の
誤差を定義し、それを誤差逆転パワー法によって各モデルのパラメータを調整していくことによって学習を行っていきます。本研究における欠落の予測翻訳の単一モデルの構築のための提案手法としましては、このデコーダーの性質を利用した枚数による拡張によってこの欠落後の予測を行っていきます。実際の翻訳モデルを構築する際には博物館についての知らせでねと Tell me when you get to the museum の2つを使って先ほどの計算を行いますが、提案手法では先ほど求めた欠落後というものを、が求められているので、これを使って me と you と the を文頭の方に再び持ってくることに持ってき、元の文をこのような中間言語に変換します。で、実際の翻訳処理を行う際にはここからこの変換を行った後、後処理によってこれらの部分を削除し、実際の翻訳文を得ます。提案手法はこのように前処理によって何かしらの中間言語を作ることが提案手法になっています。実際にこれがどのような効果を与えるかについて説明をします。先ほど説明したようにデコーダーは前の入力を次の入力として前の出力を次の入力として次の単語出力を行います。この際このような変換を行うことによってデコーダーはどのような語が欠落元、語が欠落しているかというのを、予測し、その、予測の結果をデコーダーの状態に反映させるというような再帰的な繰り返しを行っていきます。そして、この境界の語のタグから実際の翻訳を行うことになります。したがって、デコーダーとしては、どのような欠落語が欠けているかというのを予測し翻訳を行います。これによってこのデコーダーは、欠落から予測から翻訳の経路を踏むことになるんですが、実際のこちら側っていうのは、せいぜい10単語程度のクラス分類で、こちら側は実際の単語の、語彙数に対するクラス分類の問題になるため、左側の方が簡単な問題になるため、あらかじめ簡単な問題解いてから難しい問題解くというような流れを踏むことになります。逐次処理と比べた場合の利点について説明します。冒頭で述べましたように逐次処理型では個々のモデルを個別に作ることによって、パイプライン処理を実現しています。しかしながら冒頭に述べましたように、誤り伝播の問題が存在します。提案した手法はこの、パイプラインのモデルを一つの、モデルに、単一化してしまい、予測と翻訳を同時に行う、逐次的にかつ同時に行ってしまう行うモデルになっています。このような手法を取る利点としまして、先ほどの、予測と翻訳という依存関係が実際にモデルの学習を行う際にできるため、翻訳の最適化を行う際にこの予測の最適化も行われることによって、ここの間の関係性が、定義されることになります。提案手法では欠落をの予測を行うために今回2つの手法について検討を行いました。1つはレックスモデルで、先ほど説明したように欠落をそのまま挿入するモデルになっています。もう1つはカウントモデルということで、欠落の数だけを予測するモデルになっています。1つ目の方は比較的直感的なモデルになるんですが、2つ目に関しては、語彙の数だけを予測するということになっていますが、これはどういうことを意味をするかというと、I とか U とか言ったように、認証の情報を落としつつ、どれぐらい現言語の文が、単語が欠落しやすいかっていう情報のみを残すことになっています。実験設定です。今回、実験設定しましては14万分のデータ対象に、日英機械翻訳によって検証を行いました。先ほど説明したアテンショナルエンコーダーデコーダーモデルとレックスとカウントの3つについて比較を行います。実験結果はこちらになっています。実験結果としまして、レックスの場合はベースラインと比べますと性能が上げることができなかったのですが、今回、欠
欠落のしやすさだけを予測することで、ベースラインに比べて優位に、性能が向上することが分かりました。最後に、誤り分析を説明、今後の課題としまして誤り分析を行っていきます。今後の課題としまして、文を書いたコンテキストの情報が翻訳に必要と考えられます。例えば誤りの一例としまして、はいどうぞに対しまして出力としては Here you are sir といった文が求められるのですが、出力されます。しかしながら実際の正解は Here it is といったように、you と it を間違えているという問題があります。このような情報というのは入力文だけでは得ることが難しいため、今後の予定としましてはこのいった入力文以外の情報を挿入する方法が必要だと考えられます。結論です。本研究では欠落の問題、機械翻訳における欠落の問題に対処のため2つの手法を提案しました。今後の展望については、これらの、真相語学習において、コンテキストの情報を挿入するモデルを考えていく必要があると考えられます。また、今回提案した手法を多言語において適用し、その効果を確認していきたいと考えています。以上で発表を終了します。ご清聴ありがとうございました。